ジブリって日本とアメリカ以外全部ネットフリックスで見れますからね。そうなんだ、うん、で結構すげえ人気なんですよ。いやそれがさ、なぜ日本ではネット配信しないかって話だよね。そうなんですよ、めちゃくちゃ売れてるんですけどね。日テレ、日テレ、日テレが頑張ってる、制作員入ってるから、うん、地上波で流すじゃん、ドキドキ。まあそうですけど、もったいないですよね。もったいない。だから特にコロナで家族で見る映画ってあんまりないんですよ、うん、子供ちっちゃいと、はい、でジブリだと思ったらどこにもない、うん、だから DVD 買えって。でもジブリってちゃんとやればディズニーみたいな世界コンテンツになると思うんですけど。